うるまです。いや、年末も差し掛かってきた今日この頃なんですけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。サムネを見ていただいたら分かると思うんですけれども、本日の動画はですね、2019年、自分はたくさんのお買い物をしてきたわけなんですけれども、その中で特に良かったものを10選をご紹介していこうと思います。で、一足先にスプチャンネルの方では買って良かったもの3選っていうものをもう動画出てるんですけれども、あの動画を出す時にゆうごちゃんにね、交渉したんですよ。もう3つじゃ足りないみたいなもっと枠くれよってことだったんだけど、まあ、交渉の余地なくですね、いや3つでっていうところで冷たくあしらわれまして、まあ、せっかくね、自分は個人チャンネルも持ってるので、まあ、そこではもう自分がルールなんで、なので、まあ、たくさん紹介したいところではあるんですけれども、まあ、20個30個紹介しても時間がとてつもなく長くなってしまうんで、まあ、たくさんの2019年購入品の中から本日は10点、まあ、購入した中で特に良かったものをピックしてご紹介していこうと思います。まあ、正直言えばですね、まあ、自分がそもそもいいと思ったものを買ってるんで、その中で順位を作るのってなかなか難しいんですよ。まあ、なんだけどね、実際買って着てみてとか、でかも着る回数とか、着た時のテンションとかっていうのって買ってみてからじゃないと分かんないじゃん。まあ、そういうのを含めて、まあ、かなりね、主観ではあるんだけど、もう自分の中で選定してきたので早速紹介していこうと思います。ではですね、スプチャンネルの方でもう先に3つ紹介してるんですけれども、改めてその3点をご紹介していこうと思います。はい、それではですね、2019年本当に買ってよかったと思えたアイテム1つ目がこちらです。はい、こちらがですね、シューズのトゲトゲスニーカーになります。こちらのアイテムに関しては自分のチャンネルの方でも登場回数多いアイテムになってるんじゃないですかね。まあ、こちらのアイテムは単独で動画で紹介してるんですけれども、まあ、自分がね、このアイテム動画にしたタイミングはまだYouTube 上でも紹介してる人も少なくて、ブランドの知名度的にも本当にこれから伸びていくっていうタイミングだったので、まあ、動画を出してから多分ブランド検索とかした方が多分自分の動画に行き着いた方が多かったみたいで、まあ、結構今でも、もうこのスニーカーに関する質問とか相談っていうものをなんかインスタとかで DM いただくことが本当に多いアイテムになってますね。で、やっぱりアイテム自体も魅力的なところもあるから、取り扱い店舗も動画にした頃より相当増えた印象ですかね。で、スプチャンネルの方でも触れてるんですけど、結構デザイン性があるから、まあ、年間通して何回履くのかなっていうのは思いながら購入したんですけど、本当に1年通して着用する機会が多くて、まあ、こんな見た目ではあるんだけど、やっぱね、色がブラックで統一されてる分、まあ、合わせやすいんですよ。で、自分って普段着る洋服がアクセントの強い洋服が多いんだけど、まあ、よりね、足元にインパクトを持ってきたいって時にやっぱすごい重宝した一足になってましたかね。まあ、本当にこのスニーカーに関しては今年だけじゃなくて来年に向けてもまだまだ履いていきたい一足だと思うので、これからも大事に着用していこうと思います。はい、それでは2点目の本当に買ってよかったアイテムがこちらです。はい、こちらリーバイスのクラッシュデニムになります。シルエットは501になってますね。まあ、これもね、スプチャンネルの方でも説明してるんだけど、まあ、自分が本当にダメージジーンズとかあのクラッシュジーンズが本当に好きで年間通して着てるんですよ。で、その中でもちろん最初からクラッシュ加工とかダメージ加工をされてるブランドも多いんだけど、まあ、できれば古着屋さんとかでもうボロボロまで着込まれたリーバイスっていうのを探したいって気持ちは、まあ、自分の根底にもあって、まあ、ただですね、そのクラッシュジーンズっていうのが、まあ、本当に自分がいいと思えるものも会える機会も少ないし、まあ、そもそも去年の早い段階だったんだけど、まだね、クラッシュジーンズ自体が古着業界でもそんなに売れないってことで品揃えもね、多くなかったんですよ。なので本当に探しに探しに探して出会えた一本なので、すごい愛着を持って日々履いてる一本になっております。いや、これね、冬に関してはこのね、穴の部分からね、ガンガン冷気入ってくるから正直寒いんだけど、そんなのお構いなしですね。まあ、これから来年に向けてね、グランジファッションとかロックファッションっていうジャンルがどんどん流行ってくる傾向にあるので、さらに活躍してくれる一歩になってるんじゃないかなと思っております。はい、それでは3つ目の買ってよかったアイテムになるんですけれども、こちらです。こちらがロサンゼルスアパレルのクルーネック T シャツになります。いや、自分の定番がね、ずっとプロクラブのクルーネック T シャツだったんだけど、まあ、この T シャツに出会ってからはロサンゼルスアパレルの方を着る機会が多くなってますかね。まあ、この首元のリブの太さも好きだし、この身幅とか着丈のバランスも今の自分にかなりフィットしてるので、未だにストックとして何枚も何枚も買い出してるアイテムになってます。で、これ色も白以外にも展開が多くて、自分は白と黒のベーシックカラーしか持ってないんだけど、もう何十色もあるので、一回ねハマっちゃうともういろんな色買いたくなるから、結構、ね、物欲をそそられる一枚になってますね。で、これね
ね、オンスも 6.5 オンスっていう適度な厚さもあるので、耐久性も非常に高い1枚になってるので、そんなにすぐよれたりしない部分も嬉しいポイントになってますかね。やっぱ白 T シャツって消耗品じゃないですか。なんでね、すぐよれちゃったりすると買い替えなきゃいけないんだけど、耐久性もあって形も大好きってなったら、自分としては言うことはないかなって思ってるアイテムになってます。はい、それでは4点目の買ってよかったアイテムになるんですけれども、こちらです。こちら古着のチェックシャツになります。いや、これがね、高円寺の古着屋さんでかなり格安で買ったんですけれども、3000円ぐらいで購入した1枚になってます。でブランドとしてもね、特に有名なものとかじゃなくて、ほぼノーブランドのアイテムになるんだけど、今年ね、1年通じてかなり着用回数の多かった1枚になってましたね。いや、なんかこのサイズ感も含めて、この生地感も含めて、この着た時の形とかもうすごいね、お気に入りなんですよ。で、また古着で買ったから、まあ、同じものに出会えないっていう希少性もあって、すごい大事に着てる一枚になってますね。で、着用する時には見えないんだけど、表地はこんな感じでストライプに見えるんだけど、この裏地はチェックっていうアイテムになってて、こういう見えない部分にもこのディティールが入ってるのは、なんかこの男心をくすぐるポイントなんじゃないかなって思ってますね。で、これは古着の魅力ではあるんだけど、やっぱ着込まれてちょっとよれ感があったりとか、色のね、汗感があるんだけど、それもまたいい雰囲気になってて、自分の中では唯一無二のアイテムになっております。まあ、色味も清涼感があって、着てる自分自身もすごくテンションが上がる一枚になってるので、来年もたくさん着ていこうと思います。はい、次に今年買ってよかったアイテムなんですけれども、こちらです。こちら純也渡辺コムドギャルソンのゴアテックススタンドネックジャケットになります。いや、これね、買った時のことすごい覚えてるんだけど、この純也渡辺の 2019SS のアイテムなんだけど、まあ、リリースのタイミングがそのお店の店員さんに聞いたところで2月ぐらいだったんですよ、本来は。なんだけど生産が遅れに遅れたらしくて、結局店頭にデリバリーされたのが3月の中旬ぐらいだったんですよ。で、3月の中旬でもう4月が見えてくるタイミングぐらいで、正直ゴアテックスを買ったら着る機会そんなに多くないんじゃないかなって思ってたのね、当時。まあ、値段も10万円ぐらいするんですよ、これ。なんで、まあ、こんだけの高額なのに着る機会が多くないってどうなのかなと思ったんだけど、まあ、店頭で試着してみて、まあ、流行り廃りもない形だと思ったし、まあ、秋冬に向けても絶対着るだろうなと思ったんで、思い切って買った覚えがある一着になります。で、自分ゴアテックスジャケットってフードのアイテムは結構いくつか持ってたんだけど、スタンドネックのアイテムっていうのを持ってなくて、結構いろいろなブランドで探してたんですよ。なんだけど、まあ、いろんなブランドを見た結果、この純也渡辺以上のものが自分の中で見当たらなかったので、もう自分の感覚を信じて買った一着になってます。いや、これは予想通りね、秋冬もね、めちゃめちゃ着てて、で、形もね、程よくワイドシルエットでドロップショルダーになってるところもかっこいいし、で、かつね、素材もゴアテックスっていう機能性抜群のアイテムだから、本当にね、重宝してるアイテムになります。で、今の気分的にはね、下が絞れる仕様になってるんで、この絞ってちょっと丸みを出しながら今は楽しんでます。で、これ今は締めてるんだけど、締めてきても開けてきても形すごい可愛い一着になってるんで、もうこれも来年に向けてもガシガシ着ていきたい一着になっております。はい、それでは次に買ってよかったアイテムがこちらです。はい、こちらディッキーズ874のワークパンツになります。で、こちらカラーがオレンジなんだけど、これ今は廃盤カラーになってて、まあ、年代としては90年代から2000年初期のものらしいんですよ、店頭の店員さんに聞いたんですけど。で、自分はデッドストックで購入した1本になります。まあ、確かにレギュラーカラーでは結構リリース続けるのは難しいんじゃないかなって感じる色味ではあるんだけど、まあ、自分的にはね、たまに刺したいアクセントアイテムとして購入したんだけど、結構合わせやすくて、で、もともとディッキーズのワークパンツっていうのはブラックだったりベージュだったり、結構自分何本も持ちながら履いてるから、まあ、アイテム自体も履き慣れてるっていうのもあるんだけど、なんか色味もね、なんか自分的には絶妙なんですよ。まあ、こんだけボトムに色が入ってるから、トップスの色っていうのはある程度制限される部分はあるんだけど、程よくね、発色も強くなさすぎるので、思った以上に着用回数が多い一本になってますね。いや、これね、ディッキーズさんにね、本当にお願いしたいんですけど、廃盤カラーになってるってことなんだけど、ぜひ再リリースしてほしい色になってるんで、ぜひご検討してもらえたら嬉しいです。まあ、ディッキーズっていうね、もともとはワークウェアのアイテムになってるから、まあ、気軽なくガシガシ着れる部分も自分的にはすごく嬉しいポイントになってます。はい、それでは次に買ってよかったアイテムがこちらです。こちらが 99% イズのパンツになります。これもね、さっきのトゲトゲスニーカーに近い理由になるんですけど、こんなデザイン性がかなり入ったアイテムにはなってるんだけど、まあ、購入してからかなり着用回数の多かった一本になっております。
でこれもね着用回数が多かった理由はいろんな色展開があるんだけど、まあ、ベースとしてはねこんだけデザインは入ってるけど色としては白黒になってるので、まあ、ベースで言ったらかなり合わせやすい色味になってるっていう部分と、あとはねシルエット自体も太すぎず細すぎずっていうシルエットになってたので、結構ねトップスのバランスは考えることなく合わせられた一本になってたので、それもすごい買ってから気づいた嬉しいポイントになっております。でこれパッと見は見た方絶対わからないんですけど、これ調整できるんですよ。でこれ調整できるんだけど、今のねこの調整してるバランスは自分的にすごくいいバランスで調整ができててまあ裾の方はあんまり絞らずちょっと広がるようなシルエットにしてて、膝周りとかそういうところは結構締めて絞ってるシルエットになってるので、そうやってね調整できながらいろいろシルエット調整できるのも嬉しいポイントで、まあ、着ながらいろいろできるので、やっぱ楽しいですね。いろんな表情が出るんで。で実際これを着ながら街を歩いてる時に視聴者さんに会うことも多かったんですけど、あ俺本当に履いてるんすねとか結構興味を持ってもらえたアイテムなので、そういうねコミュニケーションツールとしてもすごく嬉しかった一歩になっております。はい、次に買ってよかったアイテムがこちらです。はい、こちらサードレイルっていうアメリカのブランドのホルスタイン柄のパンツになります。これは吉祥寺の古着屋さんで購入した一本になってますね。まあ、これに関してやっぱ一番魅力的なのはこの独特の柄っすよね。まあ、レオパード柄とかパイソン柄とかそういうのはあるんだけど、ホルスタイン柄のパンツって今のところ新品のブランドでもあんまりリリースされてるところがないから、これをね見つけた時にねもう心をわしづかみされた印象がありますね。で素材感もなんかこんな感じでなんかベロアに近い素材感になってるんだけど、この素材感も含めてさらにホルスタイン柄がリアルに表現されてるんじゃないかなって思いますね。でこれ柄に注目が行きがちなんだけど、履いた時のシルエットが本当にかっこよくて、もう素材の張り感も含めてなんだけど、履いた時にすごい裾元にストーンって落ちていくシルエットが綺麗 であとはねさっき99% イズのパンツでも同じこと言ったんだけど、まあ、柄がね特徴的ではあるんだけど、まあ、色味が黒白のモノトーンになってるから結構ねトップスの色味も選ばずに着用できるアイテムだったので、これも購入してから着用回数が多かったなって思うアイテムになってますね。このパンツの合わせ方の自分の中の最近トレンドなんだけど、まあ、下が柄物なんだけど上も柄物で合わせるみたいな着こなしがハマってて、まあ、例えばチェックだったり迷彩柄だったり、もう柄と柄を合わせるっていう時にすごい重宝してるので、まあ、こちらのアイテムも来年に向けてもたくさん着ていこうと思います。はい、次に買ってよかったアイテムがこちらになります。はい、こちらティンバーランドのサイドゴアブーツになります。まあ、なんといってもこのブーツを購入してから自分の中で大きく変わったポイントはかなりねブーツ熱を高めてくれた一足だと思ってて、まあ、この一足を履くことでね例えばティンバーランドの定番のあのイエローブーツをちょっと買おうかなって迷ってたり、あと来年に向けてねなんかレッドウィングとか履きたいなと思ったり、どんどんねブーツを履きたいっていう熱が自分の中で高まってるんですよ。まあ、そのきっかけをくれた一足になってるので、まあ、自分のね価値観を広げてくれた部分でもすごく感謝してる一足になってます。まあ、あとはね見る人から見たらカジュアルじゃんって思うと思うんだけど、自分の中ではカジュアルと切れ目なんかドレスっぽいバランスがすごくいいなと思ってて、まあ、ソールも見た目も武骨ではあるんだけど履いた時にねどこかモードチックな足元を演出してくれるので、まあ、購入してからねかなり重宝してる一足になってます。まあ、あと主観ではあるんですけど、まあ、いろんな購入品紹介とかさせてもらってるじゃないですか。その中でこのティンバーランドのサイドゴアブーツを紹介した後にこのアイテムに関するお問い合わせとか質問っていうのが一番多かったんじゃないかなって思ってます。でこれがねちょっと裏話になるんですけど、これうちでも扱いたいなと思ってティンバーランドさんに問い合わせしたんですよ。それでも日本のティンバーランドさんだとこのアイテム取り扱ってないみたいで、まあ、それでも諦めきれなくてですね、アメリカのティンバーランドにも確認したんですよ。でそれでも、まあ、取り扱ってはいるんですけど今在庫がないらしくて、メーカー在庫もなんで今ね一時的かもしれないんですけど手に入れにくい状態になってるみたいなので、個人的には再販を希望してるアイテムになってます。まあ、なんでねもし気になってる方がいたら、まあ、いつ次再生産があるかもわからないモデルになってるみたいなので、まあ、ぜひ自分のサイズを見つけることができた方は購入することをお勧めいたします。はい、それでは次が最後の紹介になるんですけれども、次のアイテムがですね実はまだ紹介してない購入品になってて12月の購入品なんですよ。なんですけどもう自分の中では年間通じても買ってよかったアイテムにもう入るなと思ってるアイテムなので、毎月やってる購入紹介からは先出しになっちゃうんですけれどもご紹介させていただこうと思います。そちらのアイテムがこちらです。はい、
こちらのアイテムがですね、ミスターハリウッドの 4A ニットになります。はい、すごいっすよね、柄が。で、このさっき言った 4A っていう部分なんですけど、その名前の通り4面使いできるっていうことらしくて、これね、前後ろどちらも着れるんですよ。なんでこっちでも着れるし、こっちでも着れるし、あとこれを裏返して前後ろどっちも着れるっていうアイテムになってるみたいですね。なんですけど、個人的にはこれ裏返すとね、この素材のタグがここに出てくるので、裏返して着るのはあんまりできないんじゃないかなと思うんだけど、ブランドとしてはそれも推奨してる企画らしいですね。いや、これに関してはね、やっぱデザインにやっぱ一番惹かれて、まあ、なかなかね、この表裏のリバーシブルでこんだけね、インパクトな柄もないんだけど、すごいこれがね、自分は惹かれて、まあ、実はね、このアイテムを見つけたきっかけが雑誌なんだけど、まあ、雑誌のグラインドっていう雑誌があるんですよ。ファッション雑誌があるんですけど、その表紙にこのアイテムが使われてて、まあ、その時からね、すごい気になってた一枚なんですよ。で、自分の記憶なんですけど、このアイテムが表紙になったグラインドが確か9月ぐらいだったと思うんですよ。で、そっからね、リリースどんぐらいなのかなと思ったら、結構街に渡されまして結局リリースされたのが12月上旬だったんですよね。で、これね、販売開始したタイミングで結構注目度も高かったアイテムだったみたいで、オンラインでも即完状態で、自分も最初買えなかったんですよ。なんですけど、店頭いろんなところに回って何とか見つけられた一着になってて、その部分でもかなり自分の中では買えた高揚感は高いんだけど、まあ、買ってから実際着てみて、やっぱ着た時のテンションの上がり方とか、あと周りからもらえる嬉しいリアクションだったりとか、すごく嬉しいポイントが詰まってる一枚になってるので、すごい買えてよかったなって純粋に思えるアイテムになっております。まあ、ぜひぜひね、このアイテムに関してはまだ新作にはなってるので、まあ、オンラインだとね、完売してるところも多いんだけど、もしかしたら店頭ではまだ残ってるところもあるかもしれないので、もう気になった方はぜひ取扱店舗とかお問い合わせしてみられたらと思います。はい、それでは駆け足になったんですけれども、2019年買ってよかった中で特に良かったアイテム10選をご紹介させてもらいました。いや、今回のね、10選を絞るときに自分の購入品動画とかを1回全部見直したんですよ。あとスペチャンネルも見直したんですけど、まあ、自分で言うのもなんですけど、買ってますよね、かなり。まあ、けど、まあ、その動画を見ながら改めて思ったのは、まあ、今まで YouTube を始める前とかっていうのは、購入したものっていうのは周りの人とかにはね、言うけど、こうやっていろんな方に見てもらう機会ってなかったじゃないですか。なのでこの YouTube を通して自分の購入品をいろんな方に見てもらえるっていうのは、まあ、服好きの自分からすればすごくありがたい機会をいただけてるなって思って、まあ、その中でね、いろんなリアクションとかコミュニケーションが取れるのも自分的にはすごく嬉しいポイントになってるので、まあ、来年以降もこの購入品紹介続けていこうと思ってるので、引き続きよろしくお願いいたします。はい、それでは本日の動画も以上となります。本日の動画がですね、少しでも面白かったとか参考になったと思っていただけましたら、動画の高評価とチャンネル登録の方お願いいたします。あとですね、概要欄の方に自分のチャンネルのインスタグラムのアカウントを貼らせていただいておりまして、日々ね、ファッションのこととかスタイリングを投稿させていただいたりしてるので、もしよろしければそちらの方もチェックしてもらえたら嬉しいです。はい、それでは本日の動画も以上となります。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。